なるほどね。私が手本を見せるから、私が手本を見せるから同じ動きをするように。はい、それでは事務テストを始めるぞ。心と体の準備はいいか。はい。え、どう真似したらいいの。え、ミニゲーム、もしかして喜怒恐楽エクササイズに挑戦。はい、愛じゃないんだね。ま、悲しいことはないってことですね。まずはこのビートを覚えろってことは。はい、2、1。はい、はい。おお、こわ、なるほどなるほどなるほど。新しい。日々の怒りを漏らす。死ねクソが。最後の夢、あー楽しいな、嬉しいな、わーアルバムいっぱい売れてほしい、うわー楽しいな楽しいな、アルバムの収録とっても楽しい、日々の、うわー、もう毎日毎日収録ばっかりで本当にもう嫌なる、あー嬉しいな嬉しいな、もうみんながみんながアルバムをたくさん買ってくれてる、うわーエクササイズ、うわーびっくり、今日も明日も明後日もその次の日もずーっと仕事、うわー楽しいな、ずーっと仕事続き、仕事仕事、うーん、なんだこのクソみたいなスケジュールを組んだやつは、許せねえよ、なんなんだよ毎日毎日、たまには配信するだけの、あー日も欲しかったりする闇深いクソサイズ、俺ずっと夜勤、あ、しばらく休めたくなるよな、収録に怒りがちすぎちゃう、感情のジェットコースター、本音ダダ漏れやん、いやもう楽しいんだよ実際のところ、本当に楽しいのこのお仕事で。もね、2年前とかはさ、こんなに毎日外に出ていなかったから、なんか環境の変化にびっくりしちゃって、疲れるよってなるんだよね。パーフェクト、どっちが先生かわからなくなるところだったぞ。ポケモン勝負でもう一踏ん張り、ニューさんに打ち勝ち限界を目指そう。お願いました、めっちゃモテたーい。